どうも、阪神情報局です。今日もタイガーソン最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが1月19日の水曜日なんですけれども、キャンプまで残り2週間を切りました。その中で先日とあるテレビ番組に矢野監督と井上ヘッドがダブル出演、そこで今シーズンへの現時点での構想をいろいろ明かしてくれたということで、今回の動画では矢野監督が明かした開幕投手候補や4番構想について、そして新庄ビッグボスの監督交代案に矢野監督が明確なアンサーを出した件について思うこと、こういったところについて深掘りを しししてていいいいききなながらお話していきたいなと思います。では、早速お話をしていきますけれども、先日、矢野監督と井上ヘッドが、読売テレビのスマタンという番組に出演、朝からタイガースの情報を届けてくれる番組で、僕も時間があればチェックさせてもらっている番組です。どっから引っ張ってくるんだというポジティブすぎる吉祥データでもよく話題になる番組なんですが、そこに二人が出演して色々語ってくれたわけですね。気づけばキャンプまで2週間を切って色々構想が見えてくるタイミングでもあるんですが、まずは二人が語ったのは、開幕投手について、今シーズンの開幕試合は3月25日のスワローズ戦、 いきなり昨シーズンの王者とぶつかるわけなんですが、その候補に挙げたのはなんと4人。まずそれについての矢野監督のコメントですけれども、ずるいとは思うんですけど、青柳、西勇希、秋山、伊藤、この4人です。開幕投手は1人なんですけど、競争なんですよ。決まってないのはうちの弱みでもあり、強みでもあるということで。まあ、矢野監督が常に話をしてるのは、うちには絶対的なエースはいないけど、ただそれが逆に強みでもあるということです。開幕投手争いについても同じことが言えて、基本的にはこの4人で争っていくと、昨シーズン投手2冠の青柳投手、3年連続2桁勝利を目指 秋山投手新人二桁勝利で能見投手に弟子入り中の伊藤投手そしてこの4人の中で唯一開幕投手を経験している西祐希投手ガンケル投手も安定感を考えると入ってきてもおかしくないのかなと思いますができれば日本人選手に任せたいというのが本音かなと以前金本さんが元々藤波に任せようと思った年があったけどメッセがやる気満々すぎてメッセで行っちゃったというふうに話をしてました開幕投手って143分の1とはいえどものすごく重みのある試合でどの先発投手もその座を狙って調整してきます僕も個人的には日本人投手で なと思ってててまますしししヘッドは秋山投手そして高橋春人投手手そ高橋の名前も挙げていましたで、実際問題この4人、まあ、高橋投手も含めると5人ですが、現時点で誰の可能性が高そうなのか、それについて結論からお話をしていくと、去年の安定感、そしてスワローズとの対戦成績を考えても、青柳投手が濃厚なのかなと、というのも投げてるボールの凄みだけで言うと、高橋投手に任せたくなるところですが、手術明けでキャンプから何で入ってきてくれるか不透明、そしてスワローズとの対戦成績が去年2試合投げて0勝2敗、防御率が9.00。高橋投手は昨シーズン、 ジャイアンツ相手に16回を投げて無失点そして、ドラゴンズ相手には24回を投げて無失点だったんですが、スワローズ相手には9回で10失点。調子が悪い日に当たってしまったと捉えることもできますが、ここまで顕著にデータに出てると、無理に合わせに行く必要もない気がします。焦って投げさせると長期離脱の可能性もあるピッチャーですから、首脳陣としても慎重にならざるを得ない部分かなと。一方、青木投手は昨シーズン、スワローズ戦に7試合登板して、4勝1敗、防御率が2.68。スケット選手が合流して波に乗っていた打線相手にもしっかり抑えてくれました。 開幕を狙ってててまますすとと公言しかからモチチベーーション的的にも一番合ううピッチャななななんじゃないかなというのが個人的な見立てで,すで、すでさらに開幕してからの1週間、いわゆるスタートダッシュですよね。スワローズとの3連戦の後は、次は松田でのカープ3連戦。それを考えるとカープに相性がいい。秋山投手はカープ戦の頭に持っていけたら理想ですし、西投手も去年は打たれましたが、カープには比較的相性がいいんですね。なので次のカードも見据えながらローテを組むのであれば、必然的に青柳投手の可能性は高まってくるかなと。伊藤投手もカープ相手に昨シーズン4試合投げて3勝0敗、防御率が1 0 9 で、したでガンキル投手はスワローズ相手に相性が良かったと、落合政権を支えた森ピッチングコーチの木曜日にいい投手を持っていきたい理論というのが個人的に好きで、基本的に相手のいい投手は火曜日、金曜日に集まることが多い。ならどうしても相手の力が薄くなってくる木曜日にいいピッチャーをぶつけて、勝ちの確率を広げようと、タイガースは先発ピッチャーの枚数が揃ってる分、相性も考えながら臨機応変にローテを組めるんで、そこは矢野監督の言う通り、シーズンを戦い抜く上で大きな強みになるんじゃないかなと思います。ですのでまとめると、現時点ではやっぱり青木投手が濃厚なのかなという というのが個人的な結論ですでは続いて二人が語った4番構想についてタイガースが数年後の理想として持っている生え抜き重量打線を作り上げていくためにも軸となる4番というのは生え抜き選手に任せたいところそこで二人が名前を挙げたのが大山選手と佐藤選手ですまあこの二人のどちらかになることは予想できるんですがその中でも矢野監督は今までで一番4番を務めているユうスケが1年間不動というのが安定的というコメントを出していますやはり基本軸は大山選手が4番というのがベストなんじゃないかという現時点での構想ですねまあ以前二人のポジション問題については違う動画でお 話をさせていただきましたが、大山選手サード、佐藤選手ライトというのが一番しっくりくる流れだとですが、その時から矢野監督は佐藤選手のサード起用を否定はしなかったように、佐藤選手の4番起用についても否定はしませんでした。それについてのコメントですけれども、4番にテルが入る状態になれば、すごく面白い。いい打線になっていると思う。実現すればチーム内の競争というのは絶対に強くなっているということで、これは間違いないですよね。2人が実戦で最後まで打ちまくってくれたら、得点力もぐっと増すことが期待できますし、4番を最後まで悩むことができます。佐藤選手は昨シーズン4番として。 試合に出場新人選手が初めて4番に座った試合で満塁ホームランを打ったのはプレー級史上初の快挙でした。なので、そういう星の元に生まれてきた選手なんだなと改めて感じますし、できる限り最後まで高いレベルで争ってほしいなというのがファンとしての願いです。で、矢野監督から4番最有力候補として指名された大山選手の現状について解説していきます。大山選手は現在沖縄で、梅野選手や小野寺選手らと合同実施トレを行っていると、梅野選手と共同で120万円のバッティングマシンを購入して打ちまくってると先日報道されてましたよね。で、大山選手は2月1日の。 に向けててこういいったコメントを出していますまずは、試合に出ることが最優先なので、それがどこのポジションかは僕が決めることじゃない。チーム状況によっても変わることなので、何があってもいい準備をしたい。グラブはチームの誰よりも持っていくのではないかなと思ってます。ということで、大山選手は基本サードが軸になると思うんですが、内野主要、ファーストミット、外野主要の3つのグラブを持っていくと、去年の周期練習から外野もチャレンジし始めて、どんな時でも試合に出られるようにと可能性を広げながら練習に取り組んでます。昨シーズンの最終盤、怪我の影響もあったと思いますが、スタメンで試合に出れないこともありました。今年は怪我に 気をををつけながらら143試試合合出出ることを目標ににに掲げそののために最初の実戦かかガガンガンンてていくプランを明かしてますまた今後の日程については後ほどお話をしていきますが、大山選手ががっつり試合に出るとなると、いきなりバチバチの4番争いが見れるかもしれませんね。昨シーズン、大山選手は21ホーマーを放って、球団では金本さん以来の2年連続20本塁打以上を記録。個人的には争いというよりももう少しポジションを絞ってあげてもいいような気もしてるんですが、これはもうチーム方針ですから仕方ありません。激しい争いの中でサード、そして4番を勝ち取っていけるか、大山選手のキャンプ序盤からの アピールに期待しましまょうそして4番関連のデータで言うともう一つ、昨シーズンタイガースの4番は大山選手が93試合、マルテ選手が32試合、佐藤選手が11試合、サンズ選手が7試合という感じで4人の選手が務めました。しかし4番に入った選手の打率というのは全合計で2割3分1人これはセリーグワーストの数字で、12球団で見ても2番目に悪い数字だったんですね。それぞれの選手のシーズントータルの数字を見ていくと、決して悲惨な数字というわけではないんですが、4番に入るとなかなか数字を残せなかった。それが故に今特に最終盤は打線が思うように機能しなかったと。 まあ、今の時代、1年間フル出場する選手も少なくなってきましたが、できれば4番というのは1年間固定して戦いたいところ、スワローズの村上選手、ジャイアンツの岡本選手、ホームラン王に輝いた2人というのは結局143試合全て4番で出場しました。ですので今シーズン、大山選手が4番なのか、佐藤選手が4番なのか、現時点では不透明な部分もありますが、首脳陣の我慢というのも一つポイントになってきそうな気がします。今後、球団が理想として掲げている生え抜き打線を完成させるためにも、助っ人選手にはその脇を固めてもらって、動かしたとしても大山選手と佐藤選手の人で やりくりをする。それができれば理想に近づいていくシーズンになるんじゃないかなと思ってます。まあさすがに佐藤選手が去年みたいに、あまりにもヒットが出ないとなれば考える必要がありますが、多少の不審なら長い目で見守ることも必要なのかなと感じました。よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせください。さあ、そして以前から何度かこのチャンネルでもお伝えさせていただいていた。新庄ビッグボスの監督交代案について何のこっちゃわからんわーという方に向けて簡単に説明すると、2月の8日の練習試合、この日監督を交代して試合をしませんかと？と矢野監督がファイターズのベンチに新庄ビッグボスがタイガース。 に入って試合をしようよと。そしたらこれまで見えなかったものもいろいろ見えて面白いんじゃないですかとファンサービスの一環としてやってみようよと提案したのが1週間前ぐらいですかね。僕のチャンネルのコミュニティ欄でこの提案に対して皆さんはどう思いますか。賛成ですか。それとも反対ですかとアンケートを取らせていただいた結果、なんと現時点で1.4万票をいただいていて未だに50 50。まさに賛否両論という感じで矢野監督のアンサーに注目が集まってたんですね。で今回初めて新庄ビッグボスの提案に対して口を開きました。そのコメントですけれども、よしやろうと言いたいところなんですけどね、なかなか難しいかな アイデアとしてはいいですよねということで、元々新庄ビッグボスのファン第一の姿勢に対しては共感していた矢野監督ですが、こればっかりは難しいかなと、心意気は受け止めながらも大人の対応で拒否という感じですかね。新庄ビッグボス率いるファイターズとの練習試合は2試合予定されているんですが、練習試合とはいえど貴重な実践の場、それこそ今後タイガースはいろいろシーズンに向けて見極めていかないといけないポイントが多々あります。その場というのが1試合でもふわふわしたものになると、選手としても締まらない部分があるかなと思っていたんで、タイガースファンとすれば矢野監督の決断を良しとしてついていきたいところです。 もちろん僕のコミュニティ欄の方で賛成の意見に1.4万票の半分、約7000票入っていたわけですから、その方たちは1試合ぐらいいいやんかという感想をお持ちの方もいらっしゃると思います。僕自身の見解としては非常に面白い試みですし、見てみたいなぁと思うところもありました。ただファンが楽しむ以前に選手の状態がベストじゃないと、シーズンに入って我々ファンは100%で楽しむことはできません。やっぱり試合に勝ってほしい、優勝してほしい、日本一になってほしい、それがファンへの最高のファンサービスだと捉えてくれてる矢野監督ですから、そのためには一つの練習試合でベストな見極めをする必要がある。 僕は矢野監督の下した判断というのは最善のものだったのかなと捉えて見ていきたいなと思ってます。で、最後になりますが、現時点で予定されている1軍キャンプの予定について解説していきます。過去に一度お伝えさせていただきましたが、その時よりも実戦の数が増えてますので再度お伝えします。まず最速では2月の3日に紅白戦。ここにいきなり大山選手が出てくる可能性も十分あるというのが先ほどのコメントからもわかります。若手選手中心の試合になることが予想されますが、おそらく原口選手とか、それこそ中堅選手もアピールの場としてガンガン活用していくんじゃないかなと、そして2月の8日、ファイターズ戦が 最初の対外試合でそこから8試合予定されてますす個人的には意外とと多いなといなう印象ですねそして2月の26日のドラゴンズ戦からはもうオープン戦になるんで今から1ヶ月後にはもうバリバリでるいにかけられてると思うんでどんな争いが待ってるのか非常に楽しみです矢野監督は以前今のキャンプは僕らの時代とはちょっと違ってるし実戦も早くなると思うとコメントしてました特に守備に関してはタイガースコツコツやる練習も必要なのかなと思いますがファンとすれば試合が見れるのが何より嬉しいのが正直なところ順調に行けば2週間後には試合が見れてるわけですからねコロナには気をつけてチーム全員が 無事にキャンンプインでききることを願って見ていきましょうはい、ということで、今回の動画では、矢野監督が明かした、現時点での構想、そして新庄ビッグボスの監督交代案について思うことをお話しさせていただきました。選手たちの自主トレ場所での集団感染が増えてきてますが、幸いタイガースの選手の集団感染という報道はまだありません。しかし誰がいつ感染してもおかしくない状況、選手はもちろん、首脳陣、スタッフ、みんな元気に、そして我々ファンも万全な状態で2月の1日、キャンプを楽しく迎えられるように、体調管理に気をつけて見守っていきましょう。よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。 ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者24,800人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者25,000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。でまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、ドラホー、ありがとうございました。矢野監督が明かした現時点での構想、そして新庄ビッグボスの監督、 交代案拒否これについて皆さんどう思いますでしょうかよかったらコメントお待ちしておりますでまた